拳銃公園林。文宮沢賢治。絵佐藤邦夫。朗読鳥本八重子。拳銃はいつも縄の帯を締めて笑って森の中や畑の間をゆっくり歩いているのでした。雨の中の青いやぶを見ては喜んで目をパチパチさせ、青空をどこまでもかけてゆく鷹を見つけては跳ね上がって手をたたいてみんなに知らせました。